大谷翔平27が快進撃を続けている。8月28日時点で本類打41本に加え、投手としてはここ1ヶ月で4連勝の発勝1敗だ。すでにアリーグの MVP は確定的。サイアング賞も狙える位置にいます。現地記者となれば大谷翔平の一挙手一投足に注目が、 集まるのは当然のこと。その中で、いまだにファンの間で論争が続いているのが、大谷翔平が持ち歩くジュラルミンケースの中身だ。ことの発端は6月9日、エンゼルスの公式ツイッターが投稿した、球場入りする大谷翔平を捉えた一枚の写真だ。グレーのポロシャツに、 ベージュのハーフパンツというラフな格好の大谷翔平。だが、右手には白銀に輝くジュラルミンケースが握られている。普段の大谷翔平のイメージとはかけ離れた。物々しいジュラルミンケースに対し、すかさずファンから謎のケースだ、中身は何だ。といったコメントが殺到する事態に、 この騒ぎに、エンゼルスは中身は私たちの愛と優しさですと、ユーモアを交えた回答をした。そして大谷翔平は、8月現在も愛と優しさを厳重に運んでいる。一体、本当の中身は何なのか、ジュラルミンケースと聞いて真っ先に思い浮かべたのが、 バット専用ケースです。現役時代の大千合博光や一郎は、自分のバットを専用のジュラルミンケースに入れて持ち歩いていました。ケースの中には乾燥剤が入っていて、バットを湿気から守り、どんな環境でも常に同じ重量で使えるようにしていたんです。しかし、大谷翔平のそれは、 バット用にしては小さいんですよ。スポーツ紙、デスク次に候補に上がるのは、冷凍グローブだ。巨人の坂本隼人選手は、本拠地、東京ドームで試合をする際、攻撃時にはグローブを冷凍庫に入れています。その理由を聞くと、長年使うと、どうしても皮が柔らかくなって、手と皮の間に、 緩みが出てしまう。冷凍庫に入れれば皮は固くなるので、それを防げるということでした。大谷翔平が持つケースの大きさなら、グローブは十分に入るし、保冷仕様も可能でしょう。ただ、グローブにこだわるのは補給回数が多い内野手が中心です。大谷翔平は投手だし、 そこまで気を使うのか疑問です。当然手詰まりになった本誌の調査に有力情報を寄せてくれたのは、日ハムの担当記者だ。大谷翔平は肩、肘、かかとなどの怪我防止や治療目的で、日ハム時代からトレーナー室にあったショックマスター圧力発療器をよく使っていたんです。 ただ多くの選手が使うため、自分が使いたい時に使えないということもありました。そこで約50万円する小型の低周波治療器を自ら購入しています。これはスマートフォンを一回り大きくした程度のサイズですし、他の選手にもプレゼントするほど気に入っていたそうです。都米語も愛用しており、 精密機器を壊さないためにジュラルミンケースに入れている可能性は高いですよ。先発登板の翌日に1番 DH で出場することが当たり前という超ハードな日々を送る大谷翔平にとって怪我防止は最優先事項今後も厳重に愛と優しさと治療機を運んでほしい 次のオーディオビデオでお会いしましょう。